低周波振動によるサイロ排出システムパルセーターランス、ノッカーで解消しないブリッジ、アーチング、ラットホール、このような粉詰まりの原因をご存知ですか？その答えは粉体の流動性にあります。粉体は粒子が集まった集合体です。本来は液体のように柔軟性に優れていますが、サイロに入れられると圧力によって粉体が凝集、さらに摩擦や静電気の影響も受け流動性が悪くなります。そこで粉体の流動性を高めるのが西村機械製作所のパルセーターランスです。パルセーターランスへ圧縮エアを送り込むと、パルセーター内部で低周波振動を持つパルスエアに変換、虹側ノズルを通してダイレクトに粉体へ送り低周波振動を与えます。すると粒子レベルで振動が伝わり粉体が流動化、液体のように滑らかに排出されます。さらにエアノッカーを併用することでサイロ内に付着した原料まで完全排出、生産ラインの安定稼働が実現し、製造コストが大幅に削減できます。実証実験ではエアノッカーとパルセーターランスとで排出度合いを比較検証しました。まずはエアノッカーの場合、単独ではほとんど排出効果はありません。一方でパルセーターランスの場合、ダイレクトに流動化を促して一気に排出します。西村機械製作所のパルセーターランスはサイロを選ばず安全性も高いシンプル設計、価格もリーズナブルです。テスト機の貸し出しも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。IT を駆使した時代のトータルエンジニアリングを、西村機械製作所。